皆さんこんにちは、なべみチャンネルです。世界文化遺産仁和寺を訪れました。金閣寺から仁和寺までを結ぶ約 2.5 キロの道は絹かけの道と呼ばれています。約30分の中に世界遺産が3つもあるんです。こりゃすごいわ。ここ仁和寺は真言宗御室派の総本山、仁王門の仁王さんです。実は令和元年の8月に訪れたことがありまして、その時は修理のバリケードで見えなかったんです。なんとか隙間から見ようとここを見たんですけどね。ですから今回はしっかりはっきり見れて嬉しい。迫力満点。平安時代初期888年に第59代宇多天皇によって創建されました。御室御所という別名の通り、皇室と縁が深く、明治期まで皇族が住職を務めた格式高い寺院です。平安時代後期には72もの寺院別院が建立されるほど隆盛してました。しかし時代は変わり、京都を戦場として東西両軍が戦った応仁の乱、仁和寺に陣を構えていた西軍に対し東軍が攻撃を加え、すべて焼け野原になってしまいました。その後、寛永11年1634年から徳川家光の寄進によって再建されたんですね。広大な境内には国宝の金堂をはじめ、重要文化財の五重の塔、御影堂、観音堂があります。京都市に現存する五重の塔は全部で4つ、伏見区の醍醐寺、南区の東寺、東山区の宝冠寺、そしてこの右京区の仁和寺。映画やテレビの時代劇に登場する五重の塔の大半は仁和寺の五重の塔なんです。どうしてでしょう。下層から上層に至る各層の屋根の大きさがほぼ同じであることが特徴で、江戸時代の雰囲気にちょうど適しているからなんだとか。古い時代に作られた五重の塔は上層に行くほど屋根のサイズが小さくなるのが特徴。この様式の五重の塔だと時代感にそぐわないんだそうです。五重の塔の構造は5層の屋根が重りのようになっていて、その5つの重りが振り子のように互い違いに揺れるためにバランスがうまく取れて倒れにくいので、これって免震構造。この知恵は世界一高い塔、東京スカイツリーにも生かされているんだとか。先人の知恵、恐るべし。
水掛不動尊です。石仏の不動明王に水をかけ、一つのお願いを願えば叶うということで健康を祈ってきました。境内の北側に位置する金堂は仁和寺の本堂です。現在の金堂は1613年造営された御所紫宸殿を移築したもので、当時の宮殿建築を伝える現存最古の紫宸殿として国宝に指定されています。堂内には本尊である阿弥陀三尊像や四天王像などが安置されています。歴史ある金堂から当時の仁和寺に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。